いしょ。佐々木君ちょっとお休みいただいたからね。もう頑張る。もうね、いつも言われるんです。やっぱこの状況を見てね、みんなに疲れてるとかね、誤解してほしくないんです。疲れてるわけじゃない、ただやる気ないだけなんです。で、よろしくお願いいたします。おじゃ、頑張っていきましょう。おじちゃんもずっと待っててくれたもんな、ありがとうな。すごくいい表現してもらったよ、ほら、ね、ギャップがすごいよって、ほらで、やめて、マジでで、もうそれ見たい人、今頃上野とかにいるから、で、猿山で見れる。ジェニー、猿っぽいんだよね、頑張るぞって、ほらおい、まあまあじゃあふざけんなよお前。なんでお前、まあまあまあ、なんでおかしいだろうがよ。まあまあじゃあスイッチ入れろや、いいから早く。スイッチオン。ねえ。拍手どうしたじゃねえ、おかしいだろうが。スイッチ入れなさい、ほら。拍手、もうじゃあ、拍手ちょっともらっていいですか、皆さん、すいません。もう、拍手もら、わかりやすいな。ありがとうございます。もうすいませんでした。本当ね、もう、もうまさかのもうやる気スイッチが皆様の拍手というところでね、もう頑張っていきたいと思います。はい、もうたくさんのお客様をお集まりいただき誠にありがとうございます。順位下がっといて、ほらやろうやろうね。はい、もうあと2本ぐらいバックでお願いします。あと2本。はい、そうだね、頑張っていきましょう。言葉も分かってますからね。じゃあ皆さん、ちょっと通路開けるためにもうちょい前いいですか。どうぞギュギュッと前の方によろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よいしょ。さあ、じゃあね、しっかり自己紹介させてもらって始めていきたいと思います。お付き合いさせていただきます。我々日光猿軍団劇場からやってまいりました。人間ジュニアとお猿のジュニアで、ジュニアジュニアという同じ名前のコンビです。どうぞ最後までのお付き合いよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジュニア、そうだね。はい、それでは始めていきましょう。いきますよ、立ってください、頑張れ。はい、さあ、じゃあまずはね、もう特技なんですけど、玉乗りから行ってみたいと思います。おいで。はい、頼むよ。さあ、じゃあですね、皆さん、今から立ち上がるんですけど、立ち上がったら一発ちょっと嘘でも構わないんで、デカめにおーって言ってもらっていいですか。変なもん食べないようにね。はい、皆さんの盛り上がってる雰囲気でお客様増えてきます。どうぞよろしくお願いします。いきます。立って、頑張れ、早く。そうだ、気持ちがいいですけど、桜みたいですね。ありがとうございます。さあ、じゃあ手離します。5秒キープできたら褒めてあげてください。せーの、5、4、3、2、1、ボケーよ、歌いました。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあさらにレベルアップいきます。自分で立ち上がって一周頑張ります。頑張れ、立って、スタート。そうだ、ありがとうございます。もう転ばないでよ、気をつけて気をつけて。そうだ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 。さあ、真ん中で降りますなんと、頑張れ、バクテン。はい、ありがとうございます。まずは玉乗りご覧いただきました。はい、ジュニー、ほら、うまくいったらハイタッチとかあるじゃん。ほら、やったねって、ほら、イエーイは
頑張ったねーという嘘マジでまあまあやめてね、当てに来いパンってほら頑張って足かえよ最近可愛くない、もうなんかすげえなんか生意気になってきたというか、もう可愛い可愛い、何その足教えてない、今度行きましょう。はい、じゃあ今度はハードル使ってハードルジャンプ行きたいと思います。はい、もう自ら助走を取りましたからね。お知り合いですか？違います？すいません、あ、失礼、なんかすげえ見てから知ってんのかなとか思って今いや、お客さん知らないってよ、ほら。はい、もう頑張りましょう。はい、じゃあルールなんですけど、飛ぶとき倒しちゃいけない、ただそれだけですね。もしも倒したらですね、残念ながらその場で終了とさせていただく、非常に気が終了です。はい、終わったね。悪意しか感じないんで、あとカメラ意識するのやめてもらっていいですか？ね、シャッターチャンスディースじゃねえんだよ俺。早く行きなさい、俺助走取って。はい、もう頑張ってよ。さあ真面目にいきましょう。ハードル1個です。そっちも知り合いじゃない。行くよ、ほら。ジャンプ、そうだ。はい、いいですね。さあもうここからですよ。もうどんどん高くなっていきます。で2段ですね。さあ高くなってもルールは変わりません。倒したらその場で終了、それだけでございます。ちゃんとあっちから助走を取って、はい、頑張ってください。終了です。いつの頃分かったから、いちいち終わらせないで、はい、助走取ってください。頑張ってよ。さあ行きましょう。2段ですね。飛び方変わります。着地の後にご注目よ。飛び込みセッティング、いいですね。立って、はい、2回目の拾い食いですね。さあじゃあもういよいよです。もうなんと触った立て3段ですね。ジェニーこっちおいで、ほらね、そっちばっか見てないで、これハードル見てちゃんと。もうだってジュニアの身長と比べてくださいね。これもよく見たら分かるんですけど、身長の約なんて、もっと近く来てよ、こっち、ね、ここ来てよ、ほら何してんだよ、やめて、そこ可愛いからね。何、どうした？何？わかんねえ、なんかあった？あった？ねえ、言え、何？どうした？ごめん、とは言うからね。なんか、のけた時に、おーって、言え。言っちゃったらみんな言いづらくなるだろうが、ほら、だから嫌なんだよ。何してんだお前な。おい、ストレートティー持ってくんだ。誰がこのタイミングでお前水分補給すんだお前。違うだろジュニーな、何してんだっつったらお前そっちから何持ってくんだっけな。あそう、ピストルだろ。なあそうだろ。ほんでお前それ使ってお前声出せってお客さん脅すネタだ。説明しちゃったからなんかすげえぼんやりした空気流れてんだ今。いいか返しなさい。もうバーンってなったら危ない。例えばだよ。いいから危ねー。当たんなかったセーフ。危ねー、失礼しました。さあ、いやもうね、この不安定なハードルをですよ、もうただ飛び越えるだけじゃございません。ちょっとじゃあ皆さん、もう一回ちょっと行くんで、もう一回お願いします。もうちょっと全力で行きましょう。よろしくお願いします。行きます。こちらの高さです。ございません。ジェニー、今のリアクションどうだった？ねえ、ダメとか言うな。なあ、よかったろうが今。頑張れ。さあ行きましょう。さて三段です。なんかもらえるわけじゃねえんだ。こっち来なさい。何ですか？じゃねえんだ。頑張れ。さあもう今から皆さんに見てもらいたい技なんですけど、日本でジュニアしかできない芸なんです。もうあいつね、本当はすごいんですよ。ただ一瞬なんで、まばたきなしでご覧ください。
ありがとうございます。ハードル選手ご覧いただきましょう。さあ、じゃあね、今日の最後の芸突入していきたいと思います。よいしょ。さあ、最後、大きな階段の芸に挑戦です。よいしょ、ありがとう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。もう邪魔なんだよ、お前。な、どけや、お前13キロあんだぞ、ほら。早く行ってこい、ほら。頼むね。はい、さあ、おじさん行きましょう。ラストの芸です。どんな芸かは見てのお楽しみ。どうだ。ありがとうございます。OK、決まりました。ありがとうございます。さあ、もうどんどん行きましょうね。もう間を広げていきたいと思います。どうしたのよ。さあ。あの子の言った休憩しない、それ以上の言葉が見つからないんだよ。そのちっちゃい抵抗やめろ。ねえ、降りなさい。降りなさい。なあ、お前多分だけど、お前歯の隙間なんか詰まってんだろ、それは。お前降りなさい。早く。ジェニー、全部だよ、俺。さあさあ行こうや、ほら頑張れ、ほら最後の芸なんだから行こう。はい、2回目。そう、飛んでサボロシェ。そうだね。さあ、頂上まで登り切ったら見て。おい、できてねえんだよ。なんで顔そっち限定なんだ、お前。こっちだろうがな。まあまあやめろ、お前。毎度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 俺なだめんな。すいません、ほんとにも。まあまあでもね、確かに分かんなくもないんです。もう結構ハードなことやってるし、限界近いかもしんないんです。なんで、じゃあもう今日は結構。もうちょっと受ける予定だったんですけど。もうさ、ね、お前演技力高すぎるんだよ。あーってもうお前地獄みたいな空気流れてますよ。ごめんね、もちろんわざとらしくやろう。あの、じゃあ今から俺がなんと限界が来てしまいましたって振るから、順に同時にパターン。いい？ね、もうだから、ね、話聞けって。お前、あの人数増えんだろうが、お前。俺なんち耐えろ、わかんねえから、言い切ったらバン、ね、これだけいくよ。はい、もうなんと限界が来てしまいました。遅すぎんだよ。あの、一回変なフェイント入れんのやめろ。もうね、すいませんでした、本当に。もうこうなりかねないってことですよ。もうじゃあバーバッと広げて、今日はそれ飛んで終わりにさせていただきます。はい、口から変なもん出したりしまったりしないの。それでは行きましょう。緊張感出ないからやめてよ。こちらの広さです。どうぞ、じゃあもうちょい行きましょうか。いいですね、嬉しいですね、ありがとうございます。さあ、もう今日ね、このなんで戻そうとしてんだ、お前。戻すな、ジュニ、やってみなきゃ分かんないから、頑張れ。おー、頼むよ。さあ、それでは行ってみたいと思います。ラストジャンプです。じゃあですね、皆さん、最後、手が空いたらで結構です。手拍子もらっていいですか。ありがとうございます。
なんとか皆様の応援のおかげで、最後までやりきることができました。以上で僕らのゲームは終了なんですが、実はですね、皆様ここでちょっと最後お帰りの前に1個だけ大事なお願いさせていただけないかと思います。実は我々コンビがこうやって皆さんの前で楽しくゲームをすることができるのは、皆様の温かいご声援、そしてご理解のあるご祝儀のおかげでございます。今日なんですけど、こちらの大変非常識なサイズのザルご用意させていただきました。これ持って回ってきますよ。お気持ちご評価どうぞよろしくお願いいたします。ほんでちなみになんですけど、ここからが一番大事なご相談といいますか、自分大好きなものがありまして、髪が好きです。に嫌な空気が流れ始めました。どうぞお気持ちでも結構です。ご評価よろしくお願いいたします。はい、ゆく立ってください。本日は貴重なお時間、最後までのお付き合い本当にありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、頑張ったね。じゃあ早速なんですけど、ぐるっと出産させていただきます。はい、あとそうだ、我々ですね、ジュニアと言います。よかったら応援よろしくお願いいたします。よいしょ、じゃあちょっと端の方から行ってもいいですか。もうすいません、こっち側から説明いたします。よろしくお願いします。よいしょ、近いけど触っちゃダメだぞ。